何笑ってるんだよ。いよいよ最後の決戦ですね。ワクワクしませんか？遊びじゃないんだぞ。分かってますとも。あなたたちと世界を救う大事な戦いですよね。最後の最後にどんな結末が待っているんでしょうか。興奮してしまって眠ることができませんね。本当に悪趣味なやつだな。あいにくだけどな、たとえどんな結末になっても俺は決して後悔しない。お前の望むような負の感情はもう吐かないって決めたんだ。それは強い志ですね。感心しましたよ、ラージュさん。やはり仲間の存在が心強さになっているんですね。ですが、なんだこの威圧感は。果たしてそんなことが可能でしょうか。まさにこの戦いの最も面白い見せ場の一つですね。やっぱりお前は悪魔だな。この世界にやってきたのは正解でした。耐えてしまったクレスメントの系譜に再び巡り会えただけではなく、あなたという掘り出し物にまで出会えてしまったのですから。
あなたは私の新しいお気に入りなのですよ。なんかお前に言われても素直に喜べないな。いいんです、私の一方通行な片思いでも。最後まであなたという存在を堪能させていただきます。ですから私を精一杯楽しませてくださいね。その思い出を糧にして、私は元の退屈な世界で新たな楽しい遊びを始めますから。新しい遊びだって、また誰かを犠牲にするつもりなのか。そんなこと絶対にさせない。どこまでも追いかけて俺が止めてみせる。私をあなたが止めると？本当にあなたは素晴らしい。ますますこれからの楽しみが増えましたよ。ここまで行ってもダメなのか。はあ。どうやらリーンバウムに戻ってきたようですね。どうやらあの世界に召喚される以前の世界にまで復元されたようですね。あの世界の消滅とともに全てをリセットされたということは、本当に終わってしまったんですね。なかなか楽しい余興だっただけに残念です。時空を超えた異世界に召喚されることなどそうそうないでしょうからね。それだけに実に惜しいことをしました。あの世界で出会った者たちにもうこの時代で会えないのかと思うと、もっと遊んでおけばよかったですね。ですが念のために力を温存しておいたのは正解でしたね。おかげで私の記憶はリセットされずに済みましたから。こんなに面白い記憶消されてしまっては困ります。それに誰であろうと私の記憶を好きにはさせませんよ。私を思いのままに操れるのは私だけなんですから。ですがローラーたちが転生しなかったこの世界では私の遊び相手になってくれそうなものはいませんね。こんなに早く彼らと別れることになるのなら、もう少し書き乱しておくべきでしたね。脆くて儚い彼らの絆を、いっそこちらの世界に連れてくるというのも一つの手段ではありましたが、壊れるまで遊び尽くす私のおもちゃとして。けれどそれでは面白みが足りない。とはいえ、いずれ私のおもちゃになってくれそうなリンカーや引きこもりのセイバーが、この世界で私の存在に気づいてくれるには今しばらくの時間がかかるでしょうし、ああ彼らを待っている間に私の心も体も退屈という名の鎖に縛られてしまう。何か手を考えなくてはなりませんね。まあそれまでは向こうで手に入れたこのおもちゃを使って遊んでみましょうかね。そんなに怯えなくても大丈夫ですよ、リンネ。これだけ動けるのならこちらの世界でも問題はなさそうですね。安心しなさい、おもちゃに飽きるまでは大切に扱ってあげますよ。早々に壊れてしまっては困りますからね。
体内に異空間を生成できるこの生物は使い方次第で面白いことになりそうですし、そこに蓄えている異界の品々にも使い出がありそうなものがあるでしょうね。何が起きるか楽しみですね。さて、新たな遊びを始めるとしましょうか。